私は今赤坂城跡にやってきております。ここに石碑が立っております。千早赤坂村役場裏手付近ですねが、本丸であったとされていて、ここの今の千早赤坂村のお城の跡はね、ちょっとアクセスが来にくくて、今声聞こえてると思うんですけど、千早赤坂中学校の裏手になります。ここに赤坂城跡の説明が書かれています。このすぐそばには棚田百選にも選ばれた棚田を見ることができます。こちらに棚田の説明が書かれています。日本棚田百選に選ばれた棚田がこちらです。のんびりとした風景の中に棚田が広がっています。棚田とアジサイと後ろには大阪の風景も広がっていて、すごく景色がいいです。こちらの棚田はすごく今人気が出ていて、土日とかには、たくさんのカメラマンがいてるそうです。ぜひ皆様もカメラを持ってここに来てください。